ボロミアボロミアは JRR トールキンの中津国を舞台とした小説指輪物語の登場人物。ミナスティリスの大将であり指輪の仲間の一人。父はゴンドールの失聖デネソール2世。母はドルアムロスのフィンドゥイラス。弟にイシリエンの領主ファラミア。闇の勢力の前に風前の明かり同然である人間たちの王国、ゴンドールの出身。 失勢デネソウル二世の長男で、ファラミアの2位。失勢家で、ボロミアの名を持つのは2475年に起きた、オスギリアス及びシリエンの戦いの英雄である、ボロミアに続く二人目。アングマールの魔王すら、彼を恐れたというボロミア一世の名に恥じない、勇猛豪直な剣士で、父デネソウルからも大きな信頼を寄せられていた。幼い頃に、失勢はいつ、 王になれるのかと父に尋ねた逸話がある。彼と裏腹に弟は父から疎まれていたが、兄弟の中は良好で、嫉妬や競争心はまるでなかったという。ガンダルフからは父や弟と違い、正方の血が流れていないと評された。劇中でもガラドリエルを悪く言って、アラゴルンに叱責されるなど、勇敢ではあっても物事を見抜く眼力が足りないような描写がなされている。 もっとも、ドゥーネダインが、たびたび発揮する先見の力が絶無ではないらしく、弟と同じ予知夢を見たこともあった。彼の、堂々としていて親切な態度のことを、ピピンは、初めから好きだった。彼が自分を守ろうとして、討ち死にしたことに感謝していた、ピピンは、せめてもの恩返しとして、デネソールに奉公を申し出たのである。ボロミアは、アラゴールにより、背は、低いが、 がっしりとした体格で、アンドリルに似た作りの剣と盾そして、角笛を持っていた。この角笛は、失勢家の先祖、ボロンディルが竜雲の内海近くで買った、アラウの野牛から取られたものであり、以来失勢家の長子に代々受け継がれてきた。劇中で、ボロミアがこの角笛を吹き鳴らしたのは3度、酒谷からの出発時と、森屋でバルログと遭遇した時、 最後の戦いの最中である。アラゴルンがその音を聞いて駆けつけた時には、すでに遅く、ボロミアは倒れ、ツノブエは、ま、ぶたつに割れていた。その後、持ち主の亡骸と共に川に流されたツノブエは、彼の父でネソウルの元に届けられた。第3期3018年、オスギリアス防衛戦の指揮をとる。ナズグールの参戦により撤退を余儀なくされるが、 橋を落とすこと手かいがアンドゥインの西願は死守した。その後、弟、ファラミアをたびたび見舞っていた、俺たる剣を求めよという刑事が彼の夢にも現れたので、ボロミアは不利な戦況を打開する知恵を求めて、酒谷に赴いた。そのまま、エルロンドの会議に出席した。彼は、ゴンドールの王位を継ぐべきアラゴルンと出会い、フロドバギンズの所持する一つの指輪の存在を知る。 指輪の仲間の一員として、旅に出たボロミアは、自分の来た南回りの道をたどることを主張したが、悪に下ろした魔法使い、サルマンの本拠地アイゼンガルドに近づくことが懸念されたため、一行はモリアの行動で、山の下をくぐり抜けることにした。その途中で、ガンダルフを書いた一行は、ロスローリエンに立ち寄るが、ここでもボロミアは森を危険視して、反対意見を述べ、却下されている。 一行を迎え入れたガラドリエルは各人の心の中を覗いて決意を試したがこれについてボロミアは何かしらの誘惑を受けたようだと語ったロスローリエンを立った指輪の仲間はタイガ・アンズインを下るがそこから先の道のりについて意見が分かれた指輪破壊の使命を遂行するためにモルドールを目指すのかあるいはボロミアの祖国ゴンドールへ向かうのかである フロドが仲間から離れて悩んでいると、ボロミアが近づいてきた。国と民とを憂う気持ちの強さから、いつしか一つの指輪の誘惑にとらわれていた。彼は、その力を得てさ、うろんと退治すべく、指輪を奪い取ろうとした。フロドが逃げたことで、我に帰ったボロミアは、多くの手からメリーとピッピンを守ろうと奮戦し、志半ばに打ち死にするが、 この君子によって名誉は挽回された。彼の遺体はアラゴルンらによってガラドリエルの与えた小舟に乗せられアンディンを流れて大会へ放たれたと伝えられている。ピーター・ジャクソンの映画ロード・オブ・ザ・リングでは道中特にメリーとピッピンと信仰を深め剣の稽古をつけたり雪山では彼らの傘になったりする様子が描かれた。その後ラウロスの丘では 国を救いたいという強すぎる気持ちを付け込まれ一つの指輪の魔力に負け、フロドから指輪を奪おうとした。だが、映画オリジナルキャラクターである、ウルカハイの狩猟、ラーツが率いる軍勢の強襲を受けると正気を取り戻し、さらわれようとしたメリーとピッピンと助けようと奮戦したが、ラーツの放った矢に倒れる。とどめを刺されようとしたその時、駆けつけたアラゴールンが、 ラーツと対決しみごと打ち取った。その後、今はの際には、指輪の魔力に負けた自分の弱さを謝罪し、原作では口にすることのなかった我が王よという言葉をアラゴルンに伝え、アラゴルンの王としての責務を果たすことを誓う言葉を聞くと安らかに池を引き取った。弟、ファラミアからさえ勇敢だが、巧妙心が強いと評されていた原作と比べると、 より高潔な悲劇的人物として描かれている。ゲームズワークショップのミニチュアバトルゲームでは、旅の仲間としてのボロミアの他に、より強力な白の塔の隊長をボロミアが登場している。指輪の魔力に屈する前、祖国、コンドールを防衛していた前世紀の彼である。アラウトは、バラのオロメのこと。彼が中津国に持ち込んだ動物は多く、その中の牛の子孫が、 りゅう白い野牛だという、ありがとうございます。